インフルエンザが3年ぶりに大流行。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。近頃一人でも自転車を乗りこなすことができるようになった小学2年生の琴音ちゃんです。今回ミキママからこんな質問をいただきました。インフルエンザにかかるとどれくらい登園登校を控えるべきですか？お答えするのは新道小児科医院院長の新道静雄先生です。出席停止期間は未就学児と小学生以上では異なります。インフルエンザと診断された場合、未就学児は発症後5日経過かつ解熱後3日経過、小学生以上は発症後5日経過かつ解熱後2日経過すると登園登校ができます。また検査する場合、発症直後は陰性になりやすいため、発熱後8時間くらい経過してからにしましょう。今年1月より3年ぶりの大流行となったインフルエンザですが、従来であれば春には収束していました。しかし久しぶりの流行のため、今後も長引く可能性があります。発症した場合、気をつけることはありますか？さまざまな症状が見られるため、そばで見守ってあげてください。主な症状は高熱、咳や鼻水、だるさなどですが、飛び降りなどの異常行動を起こすことがあります。脳炎や脳症を併発した場合、死亡や重度の後遺症を残すこともあります。また次の場合はすぐに受診が必要です。抗インフルエンザ薬の中にはアレルギーがある子どもに注意が必要なものがあるので、必ず医師に伝えるようにしましょう。インフルエンザに対しては予防接種を受けて、手洗い、うがい、マスク、咳エチケットを心がけ、なるべく人混みを避けることが重要です。インフルエンザに負けないように感染対策しっかりしようね。頑張るぞ。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DMC ハグハグからご応募ください。